合格証書溝田祐希令和4年度司法書試験に合格したことを称する。おめでとうございます。すみません、この場を借りて合格証書の授与式をさせていただきました。ちょっと以前は法務局でしてたんですけども、近年コロナの関係で、合格証書の授与式がないっていう、話をしてまして、そしたら溝田さんが、じゃあ先生やってくださいとすごく嬉しいことを言ってくれたんで、ちょっとこの場でねさせていただきました。おめでとうございます。はい、じゃあ改めまして皆さんこんにちは、レック専任講師の赤松です。本日は、レック梅田駅前本校で、新15ヶ月合格コース私の、司法書士試験の基礎講座ですね、こちらの方受講いただきまして、見事令和4年度の、司法書試験、一発で合格いただきました、溝田祐希さんにお越しいただいております。いろいろとお話を聞いていきたいと思っておりますので、今勉強中の方、それからこれから勉強を始めようと考えられている方ですね、いろいろと、ご参考に、していただければ幸いかと思っております。じゃあ溝田さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、じゃあまず最初に司法書士を目指した理由を教えてください。はい、ちょっとマイク交換しながらねお話しさせていただきます。私が司法書士を目指した理由は、自分がなりたい人になるための手段の一つとして資格を取りました。あ、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。司法書士すごく強力な資格だからね、お若いうちに取っておかれたら本当に、これから人生ね、いろんなことできると思うんですね。あ、ちょっとね冒頭言い忘れてたんだけど、私も合格証書持ってきたんですよ。今日授与式やるって言ってたんで、これ私のやつで、さっき水田さんに、ね、本の分をお渡しさせてもらいましたけど、ほとんど様式変わってないですね。こういう感じでね、もうほとんど一緒。私は平成8年の合格なんですけど、生まれてないですねその時。水田さんね、そう考えるとすごいなってね、何がすごいのかちょっとよくわからないですけど、なんか時の流れを感じます ね。私がこれ平成8年でね、合格されたんが、ね、令和4年でね、まだ私ね受かった時まだね、ねえ、そうやね。じゃあ試験勉強始められた時のきっかけをちょっと教えてください。あ、はい、きっかけさっき聞いたか、ごめんなさいね。ごめんなさい。じゃあレック他にも予備校いろいろ、あると思うんですけども、特に、レックを選んでいただいた理由どんなところでしょうか。レックを選んだのは条件面的に一番自分に合っていたからです。通学講座があって、ウェブフォローもあって、あとは先生に直接質問することもできて、あと自習室もフリーに使えるので、それで選びました。はい、ありがとうございます。大学卒業されて、その春からレックで勉強始めていただいたんですかね。はい、だから4回生卒業して春からレックで勉強されて、それで翌年1回ね受かったっていう流れですね。はい、そうですね、生クラスがあるっていうのはねやっぱり大きいと思いますね。そうですよね。講師がいろいろねサポートさせてもらうところもあるんですけども、やっぱり受験仲間がね周りにいるっていうのねすごく大事だと思いますね。はい、じゃあ溝田さんが、一発合格した秘訣教えてください。一発合格した秘訣はなんか本当に周りに支えられたなって思いました。はい、クラスの人とか、先生もそうなんですけど、すっごい、ね、そうですね、クラスの方に支えられました。はい、うん、特に S さんの存在が大きかったですね。ねえ、
口述試験の時に私法務局で、まあ、たまたま用事あったんで、まあ、そのついでって言ったらちょっと失礼だけど、口述試験の時応援にね行かせてもらってて、たらクラスメートの S さんもお越しになってて、で最初私とね会った時に、あ先生おはようございますって言って、で S さんの姿が横見えたら、いやーって来てくれると思ってなかったってね、全然態度違うやん全然態度違うやん。でその後もう私眼中に入ってなくてガン無視されてなんかねいやいや二人でなんかすんごい盛り上がって、じゃあ行ってきますって言ってちょっと一応いるんやけどっていうね。いや本当あね、だからやっぱりクラスメートとすごく大事なんだってあの時も思いましたね。やっぱりいろいろねこうメンタル的にね厳しいことあるんでね、はいはい。そうでした。はい。はい。じゃあ、こちらレックで私のクラスで勉強していただいたんですけども、その時に使っていた教材ですね。ちょっと紹介していただけますか。そちらの画面の方をね、映してみましょう。はい。こちらの私のクラスで使っている過去問レジュメっていうものでテキストの順番通りに、ね、過去問の枝並べたものです。普通の問題集だと本試験形式で問題集になってるんで、ちょっと解くときに、ね、最初解きにくいかなっていうところがあるんですけど、まあ、これ勉強した通りね解いていただけるっていう形で工夫して作ってます。からもう一つブレイクスルーテキストもねちょっと見せてください。あこんな感じで、タイトルと本文とで、本文のところは、ポイントが分かるようにキーワードをねさらにまあ、これ私のオリジナルで黄色の上から、ピンクでマーキングする形でねさせていただいています。はい。まあ、これは使用教材使ってもらってどうでした？テキストはすごい横にメモする欄、このページ無理なんですけどこんな感じでメモする欄あるのですっごい使いやすかったです。あと過去問レジュメは本当に大好きでした。あ、ありがとうございます、はい、とりあえずいいです、すごいいいですあ、ありがとうございます、はいすみません、ちょっと今お見せさせていただいたのは私自身のもので同じものを使っていただいてるんですけども、今日自分が使ってたやつ持ってきてくださいよって言ってたんですけど しっかり忘れまして、かなりこの方天然入ってますんでしっかり忘れて、でもう急遽まあ、内容同じだけどね私が使ってもなので、実際にご本人さん使っていらっしゃるものはもっとたくさんいろいろ書き込みがね入ってるものだとね思います。過去問レジュメ過去問は何回ぐらい回されました？過去問レジュメは10回は絶対に終わってたと思います。はい、直前期に10回はやってました。はい、はい、まあ答例もねありますけどやっぱりこの試験過去問が大事なんでね、まあまあ、10回ぐらいねやっていただいたということですね。はい、じゃあ私の講義受けていただいて、まあ、何か良かったなっていうところがあれば、まあ、ここからごますりタイム、はい、なんか基本全体的にいいんですけどなんか特に良かったのは口調とかが良かったです。聞きやすいし落ち着いて聞けました。はい、はい、ありがとうございます。あ、それは嬉しいです。語り口調が聞きやすいということで、はい、勉強されていて
何か自分で効果的だなって思ったようなところはありますか？とりあえず赤松先生に言われたことは必ずやるようにしてました。あとは、まあ、自分に足りないところは人それぞれなので好きなようにやればいいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、本当に勉強は人それぞれあるので、まあ、自分に合った勉強法っていうのも、ね、見つけてもらわないといけないと思うんだけど、本当に溝津さんは私が、言ったことを本当にきっちり守っていただいて、本当にすごくね頑張っていただいた、方をね一人です。本当にずっともう直前期もね頑張って勉強されてる姿見てたんで、なんとかねもうこれだけ頑張ってたら本当受かってほしいなってね思ってたんですけど、なんとかギリギリね滑り、あ、ギリギリってはちょっと失礼ですね、ごめんなさい。滑り込みね行ってもらったんで本当ね私も本当嬉しかったです。勉強の息抜きとかモチベーションアップで何かされてたことありますか？息抜きは必ず1週間のうちで休みの日を作ってました。モチベーションアップはすごいスーツを着て働きたかったんで早くなんかスーツを見てました。早く着たいなって。なるほど。はい、そんな感じです。必ず休むって決めてたのは何曜日ですか？日曜日は必ずお休みにしてました。リフレッシュもね大事ですからね、必ずもう日曜日だけは勉強しないとねいうことでお休みされてたとねいうことです。からそうですね、大学出てから就職されないでもうレックに入られて、それでずっと司法試験の勉強されてたってことなので、試験に受かって、就職する時のねこう夢を、見つつこうお店でスーツをね眺められてまあ、それをネットでね、ネットでスーツを眺められて、あ、そのモチベーションアップにされてたってことですね。なるほど。はい。講義が春まであって3月ぐらいに終わりまして、それで、その後ご自身で当連とかね、ずっと模試とか受けてもらって、それで、本試験臨んでいただくっていうことですけども、なかなか予備校の、当連というのは難しいんでね、苦労されたと思いますけど、そのあたりどうやって乗り切っていかれたでしょう？毎週点数を先生に報告しに行くために、なんか悪い点数取れないなって自分にプレッシャーかけてました。はい、ありがとうございます。あ、先生に悪い点数報告できないか、でも点数報告来てました？え、そうでしたっけ？そう、はいはい、分かりました。はい、いや、当連のなんか質問を受けたのを覚えてるんですけど、そうですか。そうでしたかね。はい、でもやっぱり1回目でね受かられたんで、当連なかなか1回目の場合は点数そんな取れないからね、20点とかそんな点数でずっと言ってましたね。20点前後でね。でやっぱり20点じゃない、35問中 20問かね、その前後でずっと言ってたんで、本番では、択一午前30午後30ね取っていただいたんで、それぐらい取らないと、ね、受からないんだけど、当然なかなか厳しかったと思うんですけどね、本当によくね乗り切ってくれたと思いますね。はい。で、本当はもう理想的なパターンだと思うんですけどね、ずっとその当連は、20問前後ぐらいで行ってたんだけど、最後の最後で本当にガーッとね力がついてる感じですね。それで、本番は午前午後30問ってね、もう本当、当連とかもしても取れてなかったような問題ね、それをもう本番で本当に、力出してくれた、ね、もう本当理想的な形でしたね。もう本番に本当にピークにね持っていってもらって、はい。
それではこれから司法試験の勉強を考えられていらっしゃる人に、まあ、もし何かメッセージあればお願いいたします。なんか初めのインプット期間とかはやっぱりわからない言葉とかたくさん出てきてちょっと挫折しそうになる時期もあると思うんですけど、最後まで行ってそこから、まあ、直前期になったらちょっと授業もなくなって落ち着くので、それからでも完全な理解は間に合うので諦めずに最後まで受け切ってほしいなって思います。はい、はい、ありがとうございます。まあ、本当にね、よく最後まで頑張ってくれましたね。はい、じゃあ以上で終了したいと思います。水戸さん、本日はどうもありがとうございました。で今回の動画ね、ご視聴いただいた方もぜひ今回の話を、ね、参考なさってください。合格証書なくしたらダメで、ね、気をつけてください。はい、はい、じゃあ以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。